アン、アバック -26 ペーブタックアン、アバック -26 ペーブタックとは、アン、アバック -10 ペーブナイフの後継として、アメリカ合衆国のフォードアイロスペースで開発された、照準ポッドである。F-111 の胴体下の爆弾層に、ペーブタックが収容されている。F-4E の胴体中心線下ハードポイントに、ペーブタックが装備されている。 ペーブタックは F-4E や RF-4C、F-111 に搭載されたペーブタックは、ほぼ同時期に開発されたアン・アスク1 5 3ペーブスパイクと比較して、重量は3倍近くの1300ポンドにまで増えているが、その分能力も強化されており、赤外線画像による目標識別とレーザー照射、即居、追尾による レーザー誘導爆弾の誘導だけでなく、広報支援や赤外線画像偵察にも用いることが可能であった。1986年8月15日のリビア爆撃においては、イギリスのレイクンヒース空軍基地から発信した F-111F が、ペーブタックとレーザー誘導爆弾を使って、ムアンマルアルカッザーフィーの巨宅を爆撃し、カッザーフィーの抹殺を図った。 爆撃自体は成功したものの、爆撃当時カッザーフィーは、居宅より外出中であったため、抹殺に失敗した。ペーブタックは、1991年の湾岸戦争においても F-111F に装備され、レーザー誘導爆弾を使用しての精密爆撃に従事した。2000ポンド誘導爆弾を使用しての橋脚や、強化格納庫等の重要目標を爆撃したほか、 500ポンド誘導爆弾を用いてのイラク軍機構部隊に対する爆撃も行われた。ウィキメディアコモンズには、アン、アバック -26 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。